どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルードをやっていきたいと思います。ただいま542、まだ2年経ってないんですね。そんな過酷な状況なのか、本日のガチャです。多分前回ガチャを見る余裕もなかったと思うので。そしてここからですね、今ここを掘って新しい完結点を探して生き延びたいというところです。で、朝一を回してあげないと回らないので、朝一からもう朝一になったら警報を回すっていうこの生活が続いてますね。もう徹底してます。もうこの警報がデフォルトじゃないかと思うほどデフォルトなんじゃないかなと思いますね、これね。頑張っていただかないと、本当に厳しい。もう天然ガスがもうあと残り10日、15日で止まるから、その時点で積むんじゃないかっていう、本当に。これがゲームオーバー、1年超えてここまでやってゲームオーバーになった時の、ちょっと、想像したくないし、いろいろ絶するものがあるんですか。どうなんでしょうか。いや、きっとそんなことにはならないと思います。信じたい。このみんなの力を信じたいところですね。どんどんと掘ってもらって、これで、ああ、もう石油が来てない状態ですか。断熱してる？パイプが壊れてますね。いや、壊れてはいない。どこか壊れてるわけではない。あ、圧力超過で生まれてない。頑張って吸い上げてるんだけどな、この。いらない空気を。それでもなかなかうまくはいかない。そうですか。苦しすぎるな。地獄絵図とはまさにこのことだと思う。地獄一丁目でしょこれ。何者でもないと思うよこれ。積んじゃいそう、本当に。ないの？これ、氷のところにはでも関係性とかないと思う。このスペースでもう想像で進めてきて、このスペースでここに関係性が一個あるかもしれない。そしてここはもう多分、ない。となると、残りはここ。これだって人力で永久に進めていくってことは多分できないと思うんだよな。ちょっとこれ完結性がない場合、いろいろ自力でやっていきたいんですが、この、例えばこのランダム生成して、やった時に、完結性がない場合、誰がやっても積むっていうことがあるんじゃないでしょうか。それをちょっと、それだけは誰か教えてくれないかな。いや、そんなね、攻略を聞いてるわけじゃないんですよ。もうでも、明らかに積んでるのにやるっていうのはちょっとあれかなと思って、生成されててこのマップは無理ですねっていうのが起こり得るんじゃないかなっていう気がちょっとしてます。技術不足なのか私の腕不足なんでしょうか。でもそのちょっと先行きが聞けないとちょっとなんか不安でもうドキドキっていうかもう爆発してますね。進めない状態ですね本当に。大丈夫みんな。今休憩だったけど、なんかもうアラームずっと鳴らしてたような気がする。食料も足りてないんですが。ない。ないの。頑張ってください、皆さん。
いや、石炭も厳しいね。いやー厳しいなーこれ。どうしよう。とりあえずここの石炭をもう持ってくるしかないなー。こうやって石炭を削ってあげて、石炭を入れてあげるしかない。ここに強制的に。なんとかしてくれると信じている。どうみんな。これも動かないかな。まあ圧力超過してる時点で動かない気はするんですが、石炭の数がもうないですね。石炭5個回しで、それでも電力不足。いやーこれかなり苦しい状態が続いてる。よし戻そう。あれまだ鳴ってる。頑張るんだ。なんとか動かすんだ。お、動いた動いた。動いた動いた。圧力超過の時、多分ある程度気圧を抜いたら動かせばなんとかなる時もある。すごい学びこれは。きっとこれでなんとか 石油が上に溜まってくれたらなんだけど、その前にまた朝になったので優先度を上げて上げて、こう上げて、こう上げて、食料3万8000。いやもう少し行こうか。俺食料入ってるように思うけど、実は薬しか入ってないっていう。石炭がない。ここを掘らないと石炭がありません。いやこれはしご作る必要ないか。いやですね、ちょっと待ってね。これいやでもこれ掘らないためだから、いや初手が悪かったな。ここを掘ってまずここを掘ろう。まずこれを掘ることによってうまく落ちて、それでどうにかなるんじゃないでしょうか。なんとかなるこれ。本当に動く。これ動かない。電力不足かな。いや動く。いいよいいよ、今のところいいよ。全然動いてないけどね。石炭が苦しい。
すぐ止まる。動いてるかな、まだ。ああ、動いてる。酸素生産不足、まずい。まずい、この辺も。酸素の。そして誰これ。そりゃ警報こんなに鳴らしてたらでもそうなるよね。ちょっと止めよう。この時間帯は止めないといけない。忙しすぎるよ本当に。もう朝になったしね。いや、覚悟を決めて今日一日は警報をあんまり鳴らさない。あんまりね。食料もだいぶできてるし、48,000、とりあえず18,000増えたから、本日2回目だったかな、2回目のガチャかな。もう記憶がどんどん消えていく、すべてが溶けていく、何かに、目の見えない何かに溶けていってます。どうさ、みんな、どう、調子はうまくいってる？鳴らそうか、そろそろ。いやー、ここまで行ったらもうこれも鳴らすしかないな。そしてとりあえずこの下に突き進みたい。終わってからの方がいいかな。いやー、石炭もこれでも取らないとまずいし、まずいですし、ストレスがマッハですね。まずいですね。正気の沙汰じゃない感じになってるんですけど、これは。これが全部石炭だったらなとかいう、もう夢にすら思えてくる。電力が、いやー、もうこれ想像したくない。ここの残り12日っていうの、はい、かろうじてまだ生きております。この惑星生きております。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミーゴス。またねー。